それじゃあ今日もミンバとやっていきますか。ちょっと冷凍ねガチで多めにしていきたいんで、ミンバと動画多くしていきます。でこのまま渡っていって、ゴールがブンブンさんだったね。忘れてたブンブンどこにいるんだ。マジで見るの忘れてたな。ここかな。うーわ暗いステージか。これ結構苦手なんだよな。どこだこれ。いやちょっと待って、よし上に行って、あ入れない、マジか。これもう一回スタートからやり直ししよう。まあ誰かが出てきたところをね狙ってもいいんですけどね、ゴールはここにしかないから誰が出てきたところを狙ってもいいんですよ。さあやってまいりました。絶対に取ってみせます。どこで来るかな。ここ結構いいとこいない。いやいるよ、近くに近くにいますよ、キノピコ。いやうわっうわ一緒の人いるね。この前もいたんだけどね、この前もいたよね動画で。なかなかないと思うけどな、一緒のアバターになるのって。よし、いやうまいよ今のは、うまい。そして今度これは、うわ立っていく、ジャンプ。いやこれ危ねえめっちゃ危ない、ここやばい、ここアイテム必須かもしれない。やったオッケー。そしてこのまま渡っていって、これで一回当たれるのか。でも当たるのはね、そうそう、このなんていうの、ラグが生じるからね、あんまり当たりたくないと思ったけど、今一番じゃないね、完全に1位来たんじゃないこれ。よしちょっとマリオから取られそうだったからゴールさせてもらいましたけど、いやでも3人ゴールできたからいいか。うわまたいるじゃん、え、またいるじゃん。しかも2人ともね、あの S プラスのピンクなんですよ。ピンク S プラスなんですよ。何なんだろうね、アバターめっちゃ可愛いけど、ちょっとレートえげつないな。なんかねこのステージって僕ね、なんかリンクがね出るイメージなんですよね。なんかこういうステージ、リンクのね出すステージ多くない。うわキノピコうまいな。いやでも僕も負けてないですよ。危な金魚、ここでこれ取っていった方がいいのかな、どうなんだろう。いやちょっとアイテムは取っていこうね。アイテムアイテムアイテム、よっしゃいやちょっと待って、僕いつもアイテム取ったらすぐ当たるからな、気をつけよう。よしでこれで3つ目で4つ目でしょ、これで4つ目。なるほど狙ってたのかな、うまいなさすがに。うお金魚、金魚かよ、捕まるの金魚、お前じゃないだろ。よしオッケー。そしてゴール待ちされてるかな、これなんかゴール待ちっぽいな、ね多分してるよねこれ。あいや勝った、やったあやられたんだキノピコ。いや多分思ってるよ、あのピオキングっていうやつ強くねみたいな。ピオキングの名を広めよう、みんなでバトルのピオキング強く。うわピンクしかいない、えピンク S プラスしかいないじゃん。それじゃあこれ勝ちますか、勝って終わりますか。っていうかね、めっちゃ話変わるんだけど、みんなマック好き？いや、好きだよね。裏技があるんですよ。裏技っていうか、まあ、公式的に認めてるものなんですけど、あの、チキンナゲットがあるじゃん。あ、チキンナゲットさ、バーベキューソース、今、やられる要素あった？バーベキューソースがあるじゃん。あれね、あの、1個じゃ足りないとか思う人いない？いや、いるよね。あれ、2つもらえるんですよ。結構いい情報じゃない？これ。で、バーベキューソースとかね、やっぱ2つもらえて、やったってなるんですけど、もっといい方法があってね、バーベキューソースと別のソースも選べるんだって。え、これすごいよね。だから違う味をね、楽しめるんですよ。1個のチキンナゲットで。これめっちゃね、僕、活用してまして、しかもただですよ。無料なんでね、ぜひ皆さんもそうやってね、2つの味を楽しんでください。黒アフロ。いや、あの題名よりも最近ね、なんかこう作った人の名前がね面白かったりするよね。ドリンクスープさんかな、なんかギブアップしたね。なんでだろうね、なんでやめるんだろうね。それじゃあ1番に行って、ここはねなんかちょっとチャンスっぽいね。よし、これはどういう感じのコースかな、これどんどん上に行けばいいだけの話かな、これどうなんだ。いやーちょっと待って、これはやられそう。よし、いいねいいね。中間ポイントの今度は上に行けばいいのかな、これって。
なんかそれで良さそうなんですけどね。よし、オッケー。うーわ、ちょっと待って、ちょっと待って、オッケー。で、上に行く。あ、まだ誰も来てないね。チャンス、チャンス、チャンス。これは勝って終わりたいね。これはラストバトルだから勝って終わりたい。よし、で、今度は右上か、こっち。よし、そしてゴールだ。オッケー、どうもありがとうございました。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。